はい、どうも皆さんこんにちは、アントラットの空気のです。はい、ということでツミプラ解消シリーズパート3ということでね、今回もやっていこうと思います。さて今回作るガンプラはというとこちら、はい、はい、RX78F00 の、ガンダムでございます。はい、ということでこれはね、ガンダムファクトリー横浜っていうね、横浜にいるガンダムの要は入場特典でもらえるガンプラでございます。はい、今回はこれを組み立てていきたいと思います。で、まあパーツはパーツっていうかランナーは A ランナーのみで、あと説明書っていう感じですね。なんで今回はちょっと今までのガンプラのエグゼスジャックエッジとか、ストライクガンダムのディアアクティブモードの動画とは違って、この後もうすぐ組み立てて完成形を次のやつで終わり、お見せできたらなと思います。ということで、袋から取り出して、組み立てた感じがこちらになります。ということで出来上がりました。あ、200分の1の、RX78F00 でございます。はい、200分の1というだけあって、ものすごい小さいです。結構サイズでかいかなと思ったらそこまででもなくて自分びっくりしました。組み立て難易度的にはそこまで高くないですね。パチパチと組み立てて、どっちかというとパズルみたいな感じで楽しかったです。で、所要時間はだいたい10分ぐらいですかね。ここの台座、色の台座とかも含めてだいたい10分、11分ぐらいだったかなと思います。で、これ入場特典なんで、横浜の、ガンダム見に行った方のみ、ゲットできますので、そこはちょっとご了承ください。ご注意願いたいと思います。いや、横浜はね、ちゃんと144分の1のこれもあったので、まあ今回僕そっち買わなかったんですけど、あって動くガンダムを見れるので、多分チケット取れば、要はここで言う、こことかここで、ガンダムが、動くガンダムが間近で見れるので、ぜひおすすめで、おすすめができるスポットになっていました。とても自分もね、家族と行った時はとても楽しい一日を過ごしたなと思います。そんなわけで、今回の動画、もしよろしかったら、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アントラと空気のでした。バイバイ。